久保さん、買ってますかよかったですね。まあたいその、公式っていうのがあるんですよね。うん。まあその公式を覚えるっていう。まあね、区区も公式があるじゃないですか。うん。区区の公式を覚えれば、九九はできるんですよ。サザンが9とか、3 4 12とか。まあ、それ以外でもそれ以上でもなくて、それなんですよ。なんかあなたが新しい公式ね、 スーパーククザンをね、なんか、新しい次世代のクク,ククをね、編み出す。なんかその、まあ、それだったらちょっときついかもしれないですけど、もう、見本もあるし、もうそれを覚えるだけなんですよね。うん。だからその、奇想天外なことをやれというよりかは、もう、ね、FX もね、まあ、あが、あの、ぶっちゃけそのね、 上がると下がるを繰り返すと、チャートって上がって、下がって、上がって、下がってっていうのを、ただこれを繰り返してるだけなんですよね。じゃあこの繰り返すこの波ですよね。この波が、なんか、なんだろうな、雲の巣みたいになるのかっていう、なんかよくわかるんないですけど、<laughs> もうこれ多分ね、100年後もこう、こうだってますよ。ずっと。<laughs> おそらくね <laughs>。なんか雲の巣みたいにこうなるみたいなチャートがね。 チャートを見ると雲の巣になるみたいな。多分なんないですよね。なんか螺旋状になるとかね。うん。だからまあ、上がるか下がるか。だからどこで、まあどういう状況の時に下がりやすいのか、どういう状況の時に上がりやすいのか。これも大体出てるわけですよ。なんで大体出てるかっていうと、人の心理は変わらないからですね。経済指標が出る。何かその、ね、大統領がなんかやる。そうすると、金利政策やる。で、そうすると、あ、こうしたがって対象動く。 これ多分変わんなくないですか多分。<laughs> うん。で、それが、まあ、この、あとは、その相場の動きを見て、人の心理も動くわけですから、多分下がってきたら、その下がってる相場の状況を見て、はやばい、いや、打たないといけない、とかね。で、売りが先行して、バーって下がるとかね。変わんないですよ、多分ね。<laughs> 多分変わんないですよ。うん。だからまあ、そこの、なんだろうな。 だから、久保さんが見てるチャ,チャート、多分僕がおそらくなんですよ。感覚的ですよ。感覚的なんだけども、久保さんがチャートを見てるチャートっていうのは絵なんじゃないかなと思いますね。うん。こういうある絵に一定に達すると、こういう絵に、絵を描けるというかね。こういう絵になったら、こういう絵を描けるっていうね。なんかまあ、絵、絵で見てるっていうかね。 ま、このグラフの、この上がったり下がったりのこの絵っていう感じですね。多くの人はこの線に右往左往してんだけども、全体像の絵を見て、あ、この絵だなと。次はこの絵が来ると。みたいなね。多分その公式みたいなのを覚えると、そんな感じで見れるんじゃないかなと思うんですよね。うん。そう。 だからまあネットビジネスとかもそうなんですよね。たいまあ最初はわかんないんだけど、やり込むと、あ、こういうことがあって、久保さんも多分、あのコピーライティングとかも、あ、こうやったら反応するんだなとかね。だからいろいろこうやってきて、メルマガとかいろいろな、まあ、YouTube もこう発信してきてる中で、あ、こうやればね、あ再生数いけるなと。もちろん全部が100%当たるわけじゃないけれども。まあ直近の僕のやつだったら、その、まあキーワード入れてね、 あの車の動画アップしたやつあるじゃないですか。あれがね、ちょっと回りましたね。まあ一応キーワード入れてやったんですけど、あれが800回ぐらい回ってますね。うん。まあこの動画800回回らないんですけど、まああの動画800回回ってますね。その BNR34 売ったお顔の全てつぎ込んでっていう。じゃあこれなんで800回回ってるかっていうと、その BNR34 っていうキーワードが、あのまあまあちょっとは取れるんですよ。まあ日ですけど。まあ実際にその、 あの検索ほと50以上が検索で来てるんですけども、この動画ね。で、検索ワードが BNR34 と,、えー、と Z4 ですね。BNR34、うん、BMW Z、Z4、Z4、Z4、BMW っていう、この、まあ、両方入れたんで、BNR34 っていうキーワードと Z4 っていうキーワード両方入れたんで。 まあでも BNR34 の K ワードの方が圧倒的にそのアクセスのキーワードはあの多いですけど。だこれもまあ知ってれば入れればいいだけなんですよね。<laughs> まあ大体これまあちょっとアクセス取れるなっていうキーワードを入れてであとまあそれを加工してカスタムサムネームをクリックしやすいようにすればまあちょっとはまあ、うーん、取れるって話ですよね。でもそれを知らないと ね、BNR34 っていう、ワードを知らないとね。だから昔僕 GTR34 とかで入れてたんですよ。だあんまり回らなくて。で、ま、いろいろ見ていくと、やっぱ BNR34 っていうね、R34 とか GTR とかね、表現があるんだけど、BNR っていうキーワードの方がいいっていうことが分かって、後からま、全部の動画 BNR34 に変えたんですけど、そ <laughs> う。ん。そっちの方が取れるな。でもそれも知ってるか知らないかですよね。 うん、うまあまあ、ある程度の公式はあるんで、まあそれを覚えていけば、まあある程度いきますよ。うん。いってらっしゃい。